NBA 史上最高のスリーポイントシューターステフィン・カリー、もう精密機械のようにスパスパシュートを入れてきます。そして何を隠そう、私プロサイジャックアスリートシダパンは超運動神経が悪い、しかもバスケが一番不得意な競技でございます。ですがカリーを見た時に私はこう思いました。100日でステフィン・カリーになりたいと。シダパン、はい、久々ですね、バスケの動画久々です。100日でステフィン・カリーを目指すという、企画なんですけど、約1ヶ月ぶりの投稿じゃないですかね。シダパンチャンネルをね、見てしっかり見てらっしゃる方わかると思うんですけど、ちょっとね、バスケの練習がちょっとストップさせちゃいました。ごめんなさい、100日連続でやろうと思ったんですけど、40日まで連続だったんですけど、ちょっとストップして久々のトレーニングです。で、理由としては陸上動画の方を見てくれると分かるんですけど、今週私ね、陸上もやってるんです。知らない人のために言うとね、 100m 走やってるんですけど、ちょっとそのね、成績は思わしくなくて、ちょっと動画見てください。めちゃめちゃね、メンタル的にやられてたんです。ちょっとね、バスケをやる余裕がなかったんですよね。まあでも陸上も少しずつ調子上がってきて、バスケの時間もしっかり取んなきゃいけないのでね、ようやくバスケが楽しくなってきたんで、ここでやめずにしっかりやっていこうと思います。少しずつね、プルアップとかちょっとこうドリブルつきながらの練習とか、動きながらのシュートっていうのを意識して、実戦でも打てるようなシュートを打っていきたいっていう風に最近はやってます。で、止まった状態では、まあ、200本って30本ぐらいだいたい入るようになったんですよ。この日多分一番今まで入ったのかな、48本。50本はまだ決めたことないのね。でもこれで一番入ってくぐらいだからね。最近2on2の動画出したりとか、ストリートバスケ場でね、実戦形式の試合をやったりとか、実戦形式の練習っていうのが増えてくる中で感じたのは、やっぱりね、誰もいない状態で自分でこうやってただシュート打ってる状態だと、やっぱり 7、8割は決めていかないと実戦ではお話になんないなっていうのがよくわかりました。で、やっぱりそのディップの深さとか、リリースの位置とか、ボールの軌道とかも、やっぱり相手がイメージできなかったんで、僕バスケの経験が本当になかったので、実戦形式の中でなんとなく相手のイメージがついてきたので、なんかそういうとこも意識してやりたいですが、まだやっぱりね、リリースの位置も低いし、ディップもちょっと深すぎるのかな、これだと。まあ、リリースポイント持ってくるまでのやり方も良くないかなと。で、次の日のここではね、少しこう自分に近い軌道でリリースまで持っていくのを意識してやってます。で、この日ね、ちょっと本当嬉しい出会いがあって、この後ね、2on2 の実戦形式が練習ができたので、この後お見せします。本当にいい出会いでした。バスケ企画で声かけてくれました、ありがとうございます。おいくつなんですか今？学生ですか？18です。高校生ですか？高校卒業して。あ、マジっすか？いや、マジでありがたい。ちょっとこれは嬉しい。
え、いいっすか2 on 2一緒にやってもらって。いや普通に教えてくださいよ。いや教えてないです。ちょうど来たんで。あいつが一応経験者で僕のコーチみたいな。ケンちゃんじゃないですか。初めてバスケの視聴者さんが、あ、ケンちゃんじゃない、ケンちゃんじゃない。いつも持ってる人なんですカメラ。あ、そうなんですか。陸上企画から見てくれてる人らしくて、陸上から見てくれてる。もともとあれですね、リオンブレイクさんの、はいはいはい、貯金のあれ見て、あめっちゃ嬉しい。すげえ。あの笑い声が彼です。はい、本当ありがたいっすよね。なんかあのチャンネル見てくれて声かけてくれたのありがたいですし、練習相手いないので皆さんもし練習場でお会いしたらガンガン声かけてください。練習相手が欲しいので、一緒にバスケしたいです。シドボン。では実践でございます。本当ありがとうございます。今回は2 on 2の7点マッチです。通常は1点、3ポイントシュートは2点で完成しました。でこの俺が今ついてる人がね、多分めちゃくちゃうまい。もうファーストオプションというかガンガンこの人が仕掛けてくるんで、こいつにつかしてくれって相方のねこの小太りのマーカスに頼んでつかしてもらったんですけど、まあこの後惨劇が見られます。あでもここはいいですね。ちゃんとヘルプに行けるような位置でつけてましたね。でまだねオフェンスの時何やっていいか分かんないっすよね。どこにいたらいいかも分かんないし、とりあえず、相方マーカスは結構スラッシャーというかね、ガンガンドリブル仕掛けてくれるので、その進路邪魔しないでスリー打てる。あ遠いんだよな、遠いんだよなマークがな、なんかまだ距離感つかめないんだよね。おいいぞ、打った打った打った、もうガンガンシュート打てっていう風に、ね、マーカスコーチから言われてたので、もう臆せずそこは行きたいなと思いますが、あーここヘルプもっとちゃんと行きたかったね。なんかまだまだド素人感が否めないですけど、でここつくからね、しっかり詰めたいんだけど、しっかり詰めて、しっかり詰めて、シラバン簡単に打たれるんですよ。ダメだ、なんかねここの距離感とかワンワンのディフェンスっていうのをしっかりやってきたつもりだったんだけど、ダメだね、簡単に打たれてますね。でここからはもう絶対シュートアウトサイドから打たせないっていう意識したんですけども、簡単に入り込まれる。いやーちょっとあかんっすね。で積極的にシュートをもうバンバン打てたの良かったんですけど、やっぱりねダメですよ、200本打って30本入るような精度じゃちょっとまだ全然ですね、脅威と慣れてませんね。で声かけてくれたシダパンチャンネルの視聴者にも敬意を込めてもぶっ殺しに行ってんすけど、簡単にやられるという、もう恥ずかしいです、恥ずかしいけどしょうがない。今がこれのね俺の実力だよこれが。いやーマジでね、このなんだろうね、個人競技やってきたけどね、ずっと陸上とか、やっぱりチーム競技2人とはいえどね、やっぱ相方に迷惑かけちゃうっていうので、やっぱりすごいね申し訳ないと思いますが、あもう抜かれない、もうまた抜かれないとか、ちょっと一丁前にトラッシュトークもしてますが、普通にサイド抜かれるというどうなんだ、ディフェンスはもうある程度できてるつもりだけど、やっぱりこう見てるとガンガン抜かれてますね。でもこの上手い人にしっかりつかしてもらってディフェンスできたのすごい勉強になりましたね。いやボロクソボロクソ、ほんとボロクソ、1点ぐらい決めたいよね、1点ぐらい決めたい。おマーカスナイスシュート、マーカスナイスシュート。いや2 on 2でまだね俺は得点決めたことないんですよ。5対5の試合形式であるんだけど、2対2ってやっぱり逃げ道ないよね、本当にド素人感が出てしまって全然、ね、ダメだけど、ディフェンス頑張りたい、いけ、うわマジ全部俺や、もうねこんな絵を動画で見せたくないけど、でも目を背けず行こう、これが今の俺だ、目背けない。シドボン。いやすげえ、ちょっとこれ僕らしつこいんで、これ3人目なんですよ企画的に。あ、そうなんですよ。でこっから上手くなって、結構いらっしゃいますここに。たまに行きます僕。いた時ちょっともう一回、はい、丁寧に喧嘩を売らせていただいていいですか、はい、いやでもちょっと坊ちゃんだけど、確かに。いやちょっとまたこの3人で来といてくださいこれ、はい、お願いします、はい、本当ありがとうございます、はい、いや本当にねナイスガイで、試合終わった後もこのマークついた彼がね、もうドリブルのつき方とか中心でしっかり捉えてやるんですよとか、でそのまま肩とか腰とか、足元でやるとか、もう基礎的な練習をね教えてくれたんですよ。本当にありがたいっすね。でも悔しかった、また勝負してください、お願いします。でやっぱりもうちょっと実戦形式で、ね、手も足も出なかったんで、なんか少しはオフェンスで役に立てるように何か練習したいってことで、ちょっとピボットを彼から習いました。まあ本当基礎的なものらしいんですけど、まあ、本当にしっかり学んだことが今までなかったので、なんか見よう見まねでやってましたけど、ちょっとしっかり、ね、学びました。でそこからちょっと
1個ボールついてシュートに行くとか、本当に基礎的なところでも、あ、まあシュート入る確率ゼロじゃないなって思わせれるぐらいでも多少は相方が、ね、楽になると思うんで、まあ、まずこれちょっと極めたいですね。今ピボットの軌道を教えてもらってます。やっぱり相手に触られないような軌道でボールは操作しなきゃいけないと。なんかそこもね、なんとなく実践がないとイメージできなかったりするので、まあ、基本はボール自分の体相手の体っていうような位置関係になるように常にボールをコントロールしなさいっていうのを教えてもらいました。これが彼のやっぱなんか様になってるよね、バスケっぽいよね。マーカス小太りだけどかっけんだよこいつ。バスケするとなんかバスケやってるなっていう動きになってないもん俺。見よう見まねでね、ちょっと揺さぶって実際についてもらってやるんだけど、別に手ディフェンス出されなくても相手が前にいるだけでなんか全然姿勢も崩れるよね。なんかこういう位置関係とか間合い感とかがまだ全然わかんないですけど、ちょっとでもこうやって一回相手についてもらうとね、わかりますね。さっきの反省ですね。ちょっと1個場面を、あ、1個前、前回のやつ、あ、前回のやつか、前回のやつ、こうついたらもう終わり。でも今日もちょっとあったかも、なんかスティールに無理くりって、ここつけないから足が動かない。なるほどね、重心の前後も崩しちゃいけない。何回もいけるパーポジション、まあそうか、スティールいくんだったらもう完璧にいけるって時じゃないとダメ。 あ、体ごと、これも敗北宣言だから、ここからパス狙うけど切り返してるよ。そうか、体ごといけばそこから横にも後ろにも行けんだ、このポジション。なるほど。いやでもね、今日のでもあったよ、あったあった。いやでもね、疲れるわ、もう足止まっちゃったもん。疲れるぜ、うん、疲れるな。え、あれ7点やったのってフルゲームでフル出場した時の疲れの何分の1ぐらい？100分の1ぐらい。そんな疲れるフルゲームってそんな疲れるの？全然、だってこのコート何回マジで。それは嘘でしょ。いやマジで3回ぐらいでしょ行って。いやもうこのハーフコートの 2on2 でめちゃくちゃ疲れた。バスケってこんな疲れるのってぐらい疲れた。これフルコートのバスケ5対5でまだがっちりやってないけど、やばいね本当。いや特に今俺短距離とか本当に一瞬でこうパワーを出すようなスポーツをやってるのでかなり大変ですね本当。その中でこういうね緻密な動作をしなきゃいけないので、いや基礎練を本当何時間あっても足りないね。でも本当に社会人になって練習の時間もやっぱ限られるので、より質の高い練習をなるべく多くやっていくしかないですね。まあでもこうやって、マーカスコーチもね、一生懸命教えてくれてるので、目の前で相手がいるのをイメージしてとか、だんだん一人の時間でのトレーニングがやっぱり多くなってしまうので、そこは大事にね、質高く相手をイメージしてやっていきたいですね。リリースポイントもっと高くしたいな。皆さんぜひコメント欄でリリースポイントを高く打つための練習とか、このプルアップとかドリブルついてからの練習の時にどういうことを意識したらいいとか、どういうフォームを意識したらいいっていうのがあればぜひともコメント欄でお願いします。本当はコメント欄の民度がめちゃくちゃ高くて皆さんのアドバイスを見て日々練習してますんで、ぜひとも一緒にシダパンのケツ叩いてやってください。来週も刮目してください。ではまた。